い大阪人形。お人形のワンピースを作って、着せ替え遊び。お人形で遊ぶ、楽しみの一つが、着せ替えです。今回は、双子のお人形に、新しく、ワンピースを作って、着せ替え遊びを、しようと思います。まずは、仮縫いをして、型紙を作ります。仮縫いを調整して、紙に書き写しました。型紙ができました。布は花柄と赤とピンクで作ります。布に型紙を合わせて切っていきます。いつも作った人形のために縫う最初の服は白です。理由は色移りを防ぐためと、一生は白で始まり白で終わると言われているからです。あと、お人形を箱に長期間休ませるときには、白い服を着せるようにしています。布が切り終わりました。次はミシンで縫っていきます。ところで、時にはお人形の服を作る際に、思い出が詰まった布を使ったりもします。この長襦袢は、私の七五三の時の長襦袢を使っています。帯締めには七五三の時の着物を使いました。使わないけれども捨てられない、そんな思い出の品もこうしてお人形のためにリメイクすると、私もお人形も地球も喜ぶ。三方よし。着せ替え遊びは、お洋服を考えるのも、作るのも、着せるのも楽しい。まさに、楽しいの、宝石箱。そして、着せたお人形の写真を撮ったり、飾ったりと、これぞ、
楽しさのバリューチェーン。自分で作ったお人形でなくても楽しめるのがまたいいところです。皆さんもお家に今は着ていない服があるならお人形やぬいぐるみ用にリメイクしてはいかがですか。歯切れがあるならそれを使うのもいいと思います。うまくできてもできなくてもきっと楽しい時間が過ごせますよ。ミシンで縫い終わりました。次はポケットやレースで飾りをつけていきます。肩にもレースをつけてみました。あとは胸元にリボンを縫い付けます。双子のワンピースが完成しました。それでは早速着てもらいましょう。花柄がかわいい。ちょっとレトロなワンピース。やっぱり着せ替え遊びは楽しいですね。ではまた。